枕営業を煽ったという暴露騒動を乗り越えた感じの出川哲朗さん。解雇されていたとしても、実家に金があるから問題ないとネットでは言われていました。丸、今回はその実家の話題。出川哲朗の実家は海苔屋でお金持ち、や、場所は横浜で店名はツタ、ツタ、金商店などについてお伝えします。丸、どうぞ、ご覧ください。目次、出川哲朗の実家は海苔屋でお金持ち。出川哲朗の実家は海苔屋でお金持ち。出川哲朗お坊ちゃまエピソード。出川哲朗の母方も華麗なる一族。出川哲朗の実家の場所は横浜で店名はツタ、ツタ、金商店。出川哲朗の実家の場所は横浜で店名はツタ、ツタ、金商店。ツタ金商店の基本情報、所在地など。ツタ金商店のアクセス。ツタ金商店の外観。ツタ金商店の通販、オンライン。ツタ金商店×クックパッドニュース。出川哲朗の両親、父母はどんな人？出川哲朗の父は、ツタ金商店の3代目。出川哲朗を亡くなった母と再会。まとめ、出川哲朗の実家は海苔屋でお金持ち。出川哲朗の実家海苔屋ツタ金。出川哲朗の実家は海苔屋でお金持ち。出川哲朗さんの実家は明治27年創業の老舗のり問屋です。丸、出川家はもともと有力な地主だったということはテレビ番組のいくつかで明かされています。出川哲朗お坊ちゃまエピソード。2019年10月4日放送の中居正広の金曜日のスマイルたちへでは、ダブルコート実はちゃんと知らない男出川哲朗に迫る2時間スペシャルによって、出川哲朗さんのお坊ちゃまぶりが紹介されました。出川哲朗の実家のり屋ツタ金。丸、出川哲朗さんの実家が金持ちだったのはお歳暮やお中元に海苔を送るのが一般的だった頃。丸、お坊ちゃまエピソードは次の通りです。出川哲朗さんの実家にはお手伝いさんが5人。そのうちの1人、お手伝いさんは出川哲朗さんの専属。幼稚園には超高級会社で送迎。このような話は踊るさんま御殿やダウンタウンデラックス他でもトークされています。嵐にしやがれでは次のような写真が登場。出川哲朗の実家のり屋ツタ金。しかしながら出川哲朗さんの高校生時代に父誠一郎さんが経営に失敗し億を超える借金ということもあったそうです。丸、現在は兄の出川雄一郎さんが海苔屋を受け継いでいます。出川哲朗の母方も華麗なる一族。出川哲朗の実家海苔屋ツタ金。母方の親族には衆議院議員、日本製鉄会長、日本経団連の副会長だった人がいるという話。母方の曽祖父は岩手軽便鉄道の元社長で衆議院議員でもあった三木勘太郎氏。丸、大叔父は八幡製鉄所現日本製鉄の初代社長で経団連の会長も務めていた三木隆氏。出川哲朗さんが言うにはあまりにもすごい人物なのでデヴィ夫人が信じてくれないのだそうです。丸、これもいろいろなバラエティ番組で話題になっています。丸、そればかりか。デイリー新潮で日経新聞の取材されているという記事になっていたことがありました。出川哲朗の実家のり屋ツタ金。出川哲朗の実家の場所は横浜で店名はツタ、ツタ、金商店。出川哲朗の実家のり屋ツタ金。出川哲朗の実家の場所は横浜で店名はツタ、ツタ、金商店。出川哲朗の実家の場所は横浜で店名はツタ、ツタ、金商店。これも有名になってしまった話です。ネット検索すると、ツタ、ツタ、金商店のことはトップに出てきます。
丸、早速、所在地や外観などの情報を順番にチェック。丸、ツタキン商店の基本情報、所在地など。会社名、株式会社ツタキン商店。代表者、出川雄一郎さん、出川哲郎さんの実兄。所在地、横浜市神奈川区栄町89。設立、1949年1月10日、創業は1984年。従業員数、20名。丸、ツタキン商店のアクセス。丸、出川哲郎さんの実家、株式会社ツタキン商店のアクセスは、京浜急行神奈川駅から徒歩15分となっています。丸、地図で場所を確認すると以下の通り。出川哲郎の実家のリアツタキン。画像引用元、Google マップ。丸、ツタキン商店の外観。株式会社ツタキン商店の外観は、次のような感じです。出川哲郎の実家のリアツタキン。高島屋横浜店のラブ横浜、ラブ神奈川に出店します、と、お知らせしている出川雄一郎さん、代表者で出川哲郎さんの兄、インスタグラム投稿画像では、株式会社ツタキン商店の外観の全部を見ることができます。出川哲郎の実家のリアツタキン、ツタキン商店の通販オンライン、丸、出川哲郎さんの実家、株式会社ツタキン商店の商品は、通販オンラインでも買うことができますよ。出川哲郎の実家のリアツタキン、ツタキン商店×クックパッドニュース、クックパッドニュースでは、芸人出川哲郎さんのご実家ツタキン商店に聞いた美味しい海苔の食べ方で取材を受けていました。出川哲郎の実家のリアツタキン、丸、質問に応じているのは、ツタキン商店代表の出川雄一郎さん、美味しい海苔の食べ方の他にも、湿気た海苔をパリパリに復活させる方法もクックパッドニュースで紹介しています。出川哲郎の両親、父母はどんな人？出川哲郎の実家のリアツタキン、出川哲郎の両親、父母はどんな人については、A スタジオ、TBSK やファミリーヒストリー、NHK などで紹介されたエピソードを参考にして話を進めていきます。出川哲郎の父は、ツタキン商店の3代目。2012年12月10日放送のファミリーヒストリーによると、1894年、明治27年に曽祖父にあたる出川金蔵さんがツタキン商店を創業したそうです。丸、1945年の空襲、戦争でツタキン商店は焼失するなど、さまざまなことがあった中で、祖父にあたる正夫さんが金蔵さんから店を引き継いだと紹介されていました。丸、したがって出川哲郎さんの父親の誠一郎さんは3代目になるようです。出川哲郎の実家のリアツタキン、2018年1月5日放送の A スタジオ TBSK では笑福亭鶴瓶さんが、ここの会社1回潰れたんやろうと質問しています。丸、その時出川哲郎さんは父親、誠一郎さんのしくじり談を口にしていました。潰れたというか、潰れかかりましたね。親父が社長だったんですけど、あちこちに愛人作って家に帰ってきず、相場、先物取引に手を出して借金を負っちゃって、僕が高校生の時です、という感じの父親だったみたいですね。丸、しかし実際は、もっと昔から父親の誠一郎さんによるツタキン商店のピンチはあったようです。丸、祖父にあたる正夫さんの時代に、店を手伝うようになっていた出川哲郎さんの父親の誠一郎さんは結核を患います。丸、
その時、療養所で知り合った仲間を寿司屋に連れて行くなど散財が続いて、スタキン商店の経営が危なくなったのだそうです。丸、出川哲朗さんは、とにかくもういい格好しいなんで。と父親の昔話に呆れていました。出川哲朗を亡くなった母と再会。出川哲朗さんの母の名前は出川康子さん。夫、出川哲朗さんの父の交友が派手になり、経営は人任せという状態の中で、出川康子さんが店を切り盛り。丸、夫、出川哲朗さんの父が借金を作り、社長退任を条件に銀行から融資を受けることになります。丸、その後、夫、出川哲朗さんの父は帰ってこなくなったそうです。丸、やがてスタキン商店が最悪の状況を脱した時期に、糖尿病になっていた夫、出川哲朗さんの父が帰ってきます。丸、全員が反対する中で、出川康子さんは夫、出川哲朗さんの父を受け入れました。丸、そんな人生を送った康子さんは2011年に76歳で他界。出川哲朗の実家のリアツタキン、 NHK の復活の日、もしも死んだ人と会えるなら、では CG で再現された康子さんさんが、てっちゃんと優しく語りかけました。その時、出川哲朗さんは号泣。意識があるうちにね、ありがとうと言っておけばよかったなって、後悔の言葉を漏らしていました。